スティーブ・サビダンは、フランス、アンジェ出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。フランス西部のアンジェで生まれ育ったサビダンは、地元のクラブアンジェ SCO で、プロとしてのキャリアをスタート。デビューシーズンの1998から99年に17得点を、上げると2部の LB シャトールーに引き抜かれる。しかし、ここで3得点に終わると、2000から2001シーズンに、 AC や弱子を2001の2002シーズンにフルスのアンジェイス COO と2部のクラブを転々とするが2桁得点を挙げたことはなく2002から2003シーズンに所属した AS ボーベでは無得点に終わる翌2003から2004シーズンアングレーム CFC で数年ぶりに2部を離れ3部でプレーすると12ゴールを挙げ復活翌2004から2005シーズンに 当時三部の彼にとって運命のクラブであると言えるバランシェンヌ FC に移籍した。かつてリーグワンに所属していたものの1992から93シーズンのオリンピックマル声優との八尾町により三部降格。1996年にはプロ資格すら剥奪され四部に降格していたバランシェンヌ FC においてサビ団は救世主となる。 加入した2004から2005シーズンは19得点を、上げ3部得点王に輝き、チームも優勝し久々に2部に上がると、2005から2006シーズンも16ゴールを上げ得点王、チームも優勝し13年ぶりのトップリーグ昇格を、果たす。初めてのリーグアンとなった06から07シーズンも、サビダンも、ゴールラッシュが止まることはなく13ゴールを、 マーク、チームの残留に貢献すると2007から08、シーズンも13ゴールを記録し、チームの2年連続の残留の立役者となっただけでなく、欧州選手権への招集も噂された。ユーロ後の2008から09シーズン、サビ団はオリンピックリオンのオラス会長が獲得を熱望していたのにもかかわらず SM カーに移籍。これについてはインタビューで、チームが自分を戦力とみなさず、 話し合いをしなかったと述べている。サビダンには FC ジロンダンボルドーやオリンピックマルセイユも興味を示していたが監督のフランクで言いますと気があったタメカーンを選んだらしい。新天地でもゴールラッシュを上げている一方、サビダンを放出したバランシエンヌ FC は残留争いをしており、彼の能力の高さが伺える。2008年11月19日にウルグアイとの親善試合で、 フランス代表に初招集、ニコラ・アネルカに代わり途中出場で遅咲きのデビューを果たした。ゴールはなかったものの二度の惜しいバイシクルシュートを放ち、解説者を彼はジャンピエールパパになるのか、と騒がせた。2009年7月、AS ・モナコへの移籍が決まったが、移籍する直前のメディカルチェックで心臓に異常が見つかり、現役を退いた。ありがとうございます。